皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は、Kindle 出版をした、エステサロン経営、よもぎ蒸しメーカー経営の鈴川純子さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間に願いが叶う、鈴塾39の法則ということで、めちゃめちゃ読みたくなるタイトルですよね。そうなんですよ。これを読んでいただいて、本当に素直に実践していただけたら、かなりのスピードで人生は変わるという確信を持てる内容を全部盛り込んでいますので、ぜひ読んで 実践していただきたいなという思いで、この度出させていただきました。いや、めちゃめちゃいいことが39書かれてますよね。そうですね、お一人読んでいただいたんですね、下書きの段階で。出す前にどう出ですすかっ前て。に、お一人読んでいただいたんですけど、なんかドキドキしたっていうふうに言われました。ねえ。いや、なんハか。ラハラするっていうか、ハッとさせられるというか、すごいエネルギーを感じましたという感想をいただいたので、素晴ら力しがあると、こう入ってきた、ハートに入ってきたっていう感想をいただいたので、そう、ありがたいなと思いながら。い。で、しかもこのね、あっという間に願いが叶う法則とかっていうと、なんかキラキラしてるイメージがありますけれども、そうですね。でも実際には、鈴川さん自体が数年前、ボロボロでもう、ダメダメという言い方ちょっとあれですけど、かなりちょっとやばいというかね、こう、迷走していた状態から、今やそのエステサロンをね、数店舗経営したり、よもぎ蒸しメーカーをやったりとか、協会をやったりとかっていう、あの人がこんな今すごいことにっていう、そこをまさに実践してきた、からこその説得力っていうのがありますよね。そうですね、大体経験してきましたので いいことも悪いことも含めて、やっぱりがむしゃらにはやってきたんですけど、ここ肝心要なところを抑えておかないと、ブレたり、何かに依存をしてしまったりとか、確かに。人が気になって動けなかったりとか、自分に自信がなかったりとか、いろんなことがこうストップかけてしまったりとかですね、あると思うんですよね。そこをやっぱり取っ払える秘訣みたいなのはあるので、法則として知っておいていただきたいなっていうのは感じますし、本当ボロボロだったので、もう言えないぐらい 一番ご存知なのは、もうボロボロの状態で笠子さんにお会いしてるので、昨日出てきたんですよ、写真がですね。見ました。いや、だからあれは2017年とかですかね、18年。17年の171年で月、すよね。6年半前ですよね、だから。だから6年半前は本当にまだ、迷走してたり、ボロボロな状態だったんですよね。パートタイムで働いて、お金もなかったですし、人もかなり離れてきましたし、自信もなかったですし、なんせ30代なのにあの顔みたいな 顔はちょっと今よで、りだな、いぶ疲れてるし、老けてるんじゃないかなっていうのをで感じね、まな、したね。ね、怪しげなスピリチュアルにこうお金を注ぎ込んじゃったりとそうか。ですね、もう全部使いましたね、お金もエネルギーも だから僕はなんかもうその時の印象がやっぱり強烈にあるので、その後、だから3、4年してから急に、すごくなってる。びっくりみたいなの。お店も行くとね、自分でうまくやってるだけじゃなくて、お店もね、作って、その従業員も抱えて、会社も作って、そうすです。法ご人い、化何しがあったんて。だ、みたいなことが、何があったんだとか、何をどうしたらこうなれるのかっていうことが、この本に盛り込まれてますよね。そうですね。もう6年分の今経験してきたこと、考えてきたこと、これをすればっていうのがギューッと入っている
ていうのは何度読み返しても納得がいく内容になっているかなというふうに感じてますね。本い当や、に願ってればいいもんでもなく、なんだろう、がむしゃらに ボロボロになって走ればそれで叶うっていうわけでもなく バランスを取った内容になってるかなというふうに思います。というわけで、ぜひ皆様、あっという間に願いが叶う、鈴木39の法則、Kindle で、出ておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございましありがた。とうございました。